皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もギフトボール2023情報を紹介していきます。さあ本日5月8日からアンケートが来ました。投票 FP ですね。みんなで選ぶ2023活躍期待されるヤングスターアンケートともう一つ来てるので、まずはこっちから紹介していきます。ハイライトとして登場予定候補者から最大3名を選ぶことができます。期間は5月22日2週間後ですね、月曜日になってます。まあそこから考えると6月ぐらいから登場するって形でいいんでしょうか。公式ホームページのアンケートはこちらのところから、概要欄にリンクを貼っておきましょう。そちらから、チェックしてみてください。まあやっぱり、投票のポイントとしてはあんまり FP になっていない選手とか、まあ、持ってない選手とか、まあ、そういうのが中心でいいんじゃないでしょうか。まあ一人の意見がすごい反映されるかってどうか分かりませんけど、有名どころにね票が集まりやすいんで、もうばらけるように、しっかりと投票していきましょう。まあ最終的に自分が引くことになるんで、かぶりの選手ばっかりになったら面白くないですからね。はい、ちなみに1回投票してしまうと、もう二度とね、同じ端末からはアクセスできなくなるんで注意してください。ということで選ばれた選手を確認すると、ヤングスターはこんな感じとなりました。だいたいまあ20人ぐらいいるのかな、30人ぐらいいるかぐらいいて、もう名前を見たらね、ああ誰だねって分かる選手ばっかです。まあ有名どころはもうね説明するまでもないんで、まあ持ってなければ投票するぐらいでいいんじゃないですかね。個人的に気になってるのはやっぱりドンナルンマかな。 FP1 回しか来てなかったりとかするんで、まあその辺だったり、あとはブライトンのカイセドとか全然来てないし、この辺も注目かな。マカリスタとかアップデートで能力変更すごい入ってたから面白いかもね。下2名がよくわからない選手だと思うんですけど、どっちもゴールキーパーで特になんかめちゃくちゃ強そうってことはないです。そしてもう一つ来たのがリーグ1のクラブ別 MVP 選手アンケート。まあこんな感じでリーグ単体で、まあ、セリアとかもラリーガとかも来るとは思いますけど、こちらは各クラブから、投票する形になっていて、1名ずつ選ぶ形。ちなみに無投票もできるんで、よくわからないなっていうところは飛ばしてもいいと思います。さあみんなで選ぶリーグ1クラブ別選手見ていきたいんですけど、誰やねん状態です。アジャック仕様のね、選手誰一人知りません。そんな時でも大丈夫、私の動画を見ていれば選手の特徴なんかで、こういう選手おすすめだよっていうのを紹介していきます。あとリーグ1クラブ全て見たんですけど、スーパーサブ的な隠れスパサブがねたくさんいるんで、まあその辺全部紹介できないんですけど、まあその中で注目選手とか、あとはプレイスタイルが珍しいとか特徴がすごいとか、そういうのを中心に見ていきます。まずはアジャック仕様、おすすめはこの一番上、ユースフ・ベライリ選手。身長はちょっとね、大型の182センチなんですけど、まあ、スキルがめちゃくちゃ優秀なので、ほんとそれだけで選びました。続いてオセール。もう迷わずスレイマン・トゥレです。2メートル4センチのセンターバックの使用感が気になって気になって夜も眠れません。1回週間チャンスもあったんですけどね、来なかったんで、もうここでね、投票するしかない。2メートル4センチセンターバック。続いてアンジェですね。まあ、ベンタレブがシャルケの CS とかで過去に来たんで、ベンタレブ票集まりそうですけど、アミン・サラマ。この選手、身長の高い、ラインブレーカースーパーサブですね。190センチ超えのスーパーサブ。またはこっちもね、身長の高いセンターバックなんですけど、196センチのセンターバック、ウントンジ。スキルも結構優秀ですし、まあ、あとはサイドの選手として身長が高い、アブ・ダラフシマ。188でこのサイズ感のウィングってなかなかいないんで特徴的で面白いです。さあ続いてモナコ、まあ、モナコに関しては正直、まあ、ビッグタイムが出ていたり、まあ、ベン・エデルはいいでしょう、週間も結構来てるし、このあと復刻来るんで待ってもいいと思いますよ。復刻で確実に取れるんで、まあ、注目はやっぱゴロビンかな。 FP 来てないし、まあ、エンボロもね、南野も FP は何回か来てますからね。ってなると初 FP 期待の個人的にはゴロビン。続いてクレルモン、まあ、クレルモンは消去法でネト・ボルジェス、守備的サイドバックを持ってる、左が限定なんですけど、できる選手です。波は普通ですけど。続いてトロワ、まあ、トロワはといえばロニー・ロペス票結構集まると思うんで、まあ、ロニー・ロペスでシンプルいいのかな。 FP も初登場の、過去作結構優秀で小柄で結構扱いやすそうなんで今作もハマりそう。続いてロリアン、まずはスキルが優秀なエンゾル・フェイ選手、プレーメーカーの選手なんですけど、スキルがなかなかに優秀、特に攻撃面いろいろ揃ってるんでここが特徴。まああとは今週の週間チャンスもあるんですけど、イブラヒマコネ選手、190のターゲットマンのスーパーサブです。ターゲットマンのスーパーサブって珍しいですね。さあ続いてナントなんですけど、まあナントは正直点点点です。まあやっぱり有名どころが多分票集まると思うんで、ラフォンだったりとか、あとは武蔵底、この辺に票が集まるんじゃないかなと私は見てます。さあ続いてリールですね。ジョナサン・デイビッドに票が集まりそうですけど、やっぱりジェグロバでしょうね。まあ波こそ普通ですけど、スキル優秀なスーパーサブで、まあ能力的にもドリブルしやすそう。さあ続いてモンペリエ、
まあ、名前のネームバリュー的にママデュサコとかハズリとか、まあ、この辺にね賞が集まりそうですが、やっぱりエリーはいいかな。サイズのある19歳ラインブレーカーですね。スーパーサブ持ってます。続いてニース。ニースに関してはシュマイケル、アーロン・ラムジー、ダンチ、ニコロ・ペペ、バークリー、まあ、この辺に票が結構ばらけそうなんで好きな選手でいいかなと思ってます。みんな初 FP かな。ダンチは来てるか。あ、シュマイケルも来てる。続いてマルセイユ。マルセイユもまあ結構サンチェスに票集まりそうですけど、グエンドジ、ユンデルとか、その辺も結構優秀なんで誰選ぶかって感じですね。うん、特に迷うことはあんまないかな。好きな選手とかでいいと思います。さあリオンに関してはラカゼと今週4ゴール決めてるんで多分週間来ますね。ってなると、まあ、トリッソだったりか優秀かな。さあ続いてパリサンジェルマン。有名どころがねずらっと並んでます。メッシ、ネイマール、ウバペ、もう B 固定持ってるでしょう皆さん。まあ、ラモスとかは FP ちょっと少なめだけど、まあいいでしょう。指名契約権来てるマルキーニョス、そんなことよりもドンナルマです。まあ、持ってる方はビティーニャとかもいいけどね。まあドンナルマにしとき。そして RC ランスに関しては全選手見ましたけど、まあ微妙なところだったんでオペンダにします。あ、セコフォファーナにしよう。さあ続いてストラスブール。川島選手も鈴木唯人選手もいません。だったらアビブディアロかな。186のボックスストライカー、まあ、ボックスストライカー自体、今作貴重なんでそこに票を入れてみます。続いてブレストなんですけど、ブレストの選手はスキルがなんやかんやなんかちょっと少ないんだよね皆さん。誰でもいいです。無投票でもいいかも、ね、そしてスタッドランス、まあ、伊藤純也選手はね、B 固定もね、何度か来てたりしますので、だったら、まあ、バロ軍が結構有名で活躍も見せてるし来てほしいなって思ってますね。あとはアブデルハミードとかもいいかも。続いてレンヌ、まあ、テリエ、グイリとかはマッチパスとかで来てましたよね。あとはマンダンダに票が入りそう。私が押すのはブリゴです。まあ実はこの選手も FP 来てるんですけど、プレイスタイルが今クロサーなんですよね。その時とプレイスタイルがちょっと違うと。そして最後がトゥールーズ。まあいろんなね、名前ありますけど、もうこれはオナユーアドです。他の選手も一応確認しましたが、まあスキル少なかったりとか、ちょっと能力低そうだなと思ったんで、もうオナユーアド一択。という、2つのアンケートが来てますので、ぜひやっておいてください。また来週とかね、セリア、ラリーガ、プレミアとか来るかもしれません。またね、動画撮ってきますので、よろしくお願いします。こちらのチャンネル、リフトボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。